大倉修吾は、新潟県を中心に活動していた、ラジオパーソナリティ、ローカルタレント、血液型は、大型。新潟県中間原郡五船長出身。医師一家に男4人兄弟の末っ子として生まれた。新潟県立村松高等学校を経て、国学院大学文学部を卒業後、1964年春、新潟放送に入社した。BSN 入社後は、 報道記者やラジオ番組のディレクターなどを歴任したが、ディレクターとして担当していた、あるラジオ番組のパーソナリティが急病で出演できない状態になり、代役もスタンバイできなかったことから、上司の指示で大倉自身が急遽パーソナリティを務めることになった。大倉は前日の通り記者やスタッフとしての活動が主であり、アナウンサーとしての研修を全く受けていなかったため、 話し口調に標準的なアクセントを使えず、普段から鉛のきつい五千弁で話していた。しかしその放送中も五千弁を貫いたことから、怪我の巧妙で、これが帰って県内で人気を博すこととなった。これをきっかけに以後パーソナリティに転身し、ラジオ番組を中心に活動。軽妙な語り口と下ネタで人気を博した。六十歳を迎えた二千一年に定年となったが、 そのまま役員タイグルで2006年6月まで新潟放送に在籍した。同月末をもって退社し、フリーランスとなった後も、引き続き BSN の各番組に出演し続けていた。すぐ上の兄、正吾は新潟大学を卒業後、県外のテレビ局に就職した後新潟に U ターンし、テレビ、新潟放送網の開局に幹部職員として携わり、また、 新潟県民 FM 放送の開局にも、携わっている。2007年8月10日、佐渡市と佐渡観光協会から石塚香里と共に、佐渡観光親善大使に任命された。2016年7月22日、宿泊先の東京都内のホテルの客室にて、死亡しているところが発見された。74歳没。死因は不明だが急病死と見られている。ラジオテレビ。 ありがとうございます。